ジェスコラバズ。ジェスコラバズとは、オスカリータ・ムリンによって開発された、フリーウェアの第3世代オーディオモジュールトラッカー、もしくミュージックシーケンサーである。特徴として、プラグインシステムによる拡張性の高さ、マルチパターンシーケンスとモジュラーマシーンビューによって、音声信号の流れを視覚的に表現していることなどが挙げられる。ダンス、クラブミュージックと相性が良いが、ユーザーはクラシックからカントリーミュージックまであらゆるジャンルの音楽を作り出している。ジェスコラバズはプラグインをベースにしたマイクロソフト Windows 上で動作するプロプライエタリの音楽制作環境でマルチトラックシーケンスによる作曲が特徴的なソフトウェアである。また、プラグインベースのため、多くの開発者が独自のプラグインを開発できるという利点がある。一時、オリジナルのソースコードが失われたため、プログラム本体の発展性は見込めない状況にあったが、それにもかかわらず多くのアプリケーションがクローンとして、バズのコンセプト、インターフェース、フォーマットから影響を受け派生している。バズは、音声信号が、プラグインからまた別のプラグインを自由に経由していくという構造をしており、それはマイクや楽器から入力された音声信号がケーブルを通ってエフェクタを経由し、スピーカーから出力されるまでを仮想スタジオとしてデスクトップに再現したと言える。音声信号の操作と合成は全面的にプラグインによって扱われる。バズではプラグインはマシンと呼ばれている。音声信号の合成は、ジェンナーイターズと呼ばれるシンセサイザーやノイズジェレーター、サンプラー、トラッカーによって行われる。そして、ディストーション、フィルタ、ディレイ、マスタリングエフェクトなどのエフェクツを経由して出力される。ピアマシーン、音声信号とイベントを自動化するコントローラ、レコーダー、ウェーブテーブルエディタ、Python や Perl でのスクリプティングエンジンなどの特殊なプラグインも用意されてを、ジェンナイターズとイフェクツとして VST、VST、DirectX、DX プラグインをサポートしている。また、バズは音声信号出力にもプラグインシステムを使用している。最も実用的なドライバーには、ASIO、DirectSound、およびMMEが含まれる。バズは MIDI 機能をサポートすることができる。MIDI クロック同期のようないくつかの MIDI の機能は制限されるかハックされた上で使われる。バズはバズを使用して作曲しているのミュージシャンたちによる大きなのコミュニティとプラグイン開発者たちが作った数多くのマシンズによって成り立っている。DirectX や VST プラグインを開発するためにバズから離れた開発者もいたが、商用のDirectXか VST プラグインをバズバージョンとしてもリリースしている開発者もいる。開発者の中にはバズから影響を受けてバズクローンを作成した者もいる。バズはオスカリータ・ムリンによって制作された。ジェスコラバズという名前の由来は彼が所属するデモグループジェスコラから来ている。バズはもともと1997から1998年の頃に初代第3世代トラッカーとして知られていた。開発者がプログラムのソースコードを失ったため、コアプログラム、バズ、EXC の開発は2000年8月5日に停止したが、その間もいくつもの新しく、ユニークなアイデアが既存のプラグインインターエースを利用、改善して発展してきた。以来バズは、プログラマーとCyanPhase Overloaderのようなアドオンの助けによって、トラッカーとしてのステレオタイプを超え、しばしば Max/MSP、Pure Data、Reaktor、Biduleのような似たようなの特徴を持つアプリケーションと比較されるほど強力なオーディオソフトウェアになっている。2008年6月からオスカリーにより、古いバックアップファイルからのバズ本体のアップデートが再開され、インターフェースや機能のアップデートが再開されている。バズのプラグインシステムはフリーウェアのみのプラグインフォーマットとして設計されている。この原則はジェスコラ XS-1、現在はフリーウェアになったが有料であった期間を除いてコミュニティ全体で守られている。buzzmachines.com でこれまでにリリースされたほぼすべてのプラグインを見つけることができる。新しいプラグインをコンパイルするのに使用されるバザリブとして知られるヘッダーファイルはフリーウェアプラグインとバズファイルのミュージックプレイヤーによって使用されることという小さい通知を含んでいるだけである。バズプラグインシステムを使用したがっている全体のソフトウェアスイート、バズクローン、またはシーケンサの場合では作者は支払いを要求している。2001年にイメージライン社は FL スタジオでバズプラグインをサポートしようという取引を持ちかけ、オスカリーはバズプラグインアダプターを提供した。アプリケーションの商業局面が数人のフリーウェアプラグイン開発者に受け入れられなかったので、これはコミュニティの中で論争を巻き起こした。最終的にはイメージライン社が開発者たちに選択権を与え解決した。いくつかのアプリケーションがバズのフォーマットやインターフェース、コンセプトに影響され開発されている。それらのアプリケーションは、どの程度バズのオリジナルプログラムに近いかによ、コミュニティにバズクローンもしくは、中レベルのモジュラープログラムと呼ばれている。また、開発者がバズシーンとの密な結びつきを持っているので、これらのアプリケーションは、バズクローンであると考えられるかもしれない。どこまでバズから離れたアプリケーションをバズクローンとみなすべきか、様々なフォーラムで議論されている。というのも、いくつかのアプリケーションは、オリジナルのプラグインシステムとドキュメントモデルとの完全な互換性を試みているが、他のアプリケーションは、中レベルのモジュラというコンセプトを借りただけで、プラグインやドキュメントの互換性を所持していないからである。ユーザーインターフェースと既存のファイルフォーマットの両方で、高い互換性がある、バズクローンの恒例として、ブゼが挙げられる。残りなどのいくつかのバズクローンは、プラグインシステムにユーザーインターフェースを取り込もうというアイデアで開発されている。他のプロジェクトは、Linux などの他のプラットフォーム上で、バズのような機能性をもたらすことを目指している。例えば、バスタードは、Linux で実行されるフリーソフトウェアライセンスの下で、バズのような環境を再構築する取り組みである。バズウィッキーのバズクローン記事で、バズクローンの多様性についての主観的な格付けのリストがある。また、バスタードのウェブページの関連ソフトウェアパッケージの記事で、同様のリストを見つることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。